どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今ですねプラウド京急蒲田のオンラインの案内会をですね受けさせていただいたところで京急蒲田方面向かっております。首都高鈴ヶ森で降りて第一京浜ですね入ってそこから一旦 JR 東急の蒲田駅ですね向かいたいと思います。でプラウド京急蒲田まず価格そして間取り設備仕様なんかをですね現地向かいながらですね語らせていただければと思うんですが今回ですねプラウドらしくないなっていうところが部屋の広さになります。占有面積調整をしています。買える価格に抑えるために占有面積調整をしているのでボリュームゾーンの部屋70平米をしっかりと切ってきてます。プラウドだと結構しっかり面積帯はうちは頑張りますよなんていうところ時が多いですけども今回はですねもう70平米切りのオンパレードっていうところになります。で玄関前にですねゆとりがあってで占有面積込みではありますけどトランクルームですねあるっていうところはいいんですけどもまあ70平米切りだらけっていうところでまあこの辺りはやっぱり今回駅徒歩10分でしかも京急線っていうところでグロス勝負をプラウドといえどグロス勝負しないと買い手がついてこれないっていうまあ判断なんだろうなっていうところなんですけどまあ部屋が狭い分グロスはやっぱり優しいってまあ当然なんですけどもなので65平米ぐらいのお部屋で7500万円しっかり切ってきますし68平米のお部屋で8000万円をしっかり切ってきて角のちょっと70平米超える部屋でようやく8000超えてくるかなっていうところでスペシャルな部屋はですねもちろん、別で1億近くっていうところにはなってきますが1億超えてる部屋もありましたね。だからそういったスペシャルな部屋を除けばもうボリュームゾーンは8000万円っていう壁をしっかりとですね意識したですねものとなってます。で間取り自体は、まあ、ちょっと面白みはですねありましたね。リビングと洗面から出入り可能なウォークスルークローゼット、まあ、好み分かれると思うんですけども洋室側からはじゃなくてリビングと洗面からのウォークスルークローゼットっていうところで、まあ、そういう面白みあるんですけども私そういう面白いの大好きなんですけどもそういう面白いことをやってるのに部屋が狭いのでいろいろと苦しくなっちゃうんですね。これが80平米あるから面白いことできてますっていう物件だったらいいんですけども今回は普通にもう70平米切りが多い中でそういう面白いことをやっているがゆえに洋室が2部屋3畳台とかもちろんそうやって可変性はあるんですけどもまあ狭いよねっていう、なのでまあ、個人的にそういう面白い収納とか間取り好きなんですけどもそういうのは占有面積にゆとりがあって初めてですね生きてくるっていう部分もあるのかなとは思うのでうーんあの面積でそれやっちゃってるがゆえになんか違うところ別の場所がうーん苦しくなってるなっていうのは感じました。で、まあ、スペシャルな80平米超えのルーバル付きの部屋なんかは、まあ、部屋は広いけどもあんまりグロス高くなっちゃうなっていう感じであんま坪単価自体はもらわれてなかったですね。なのでステップアップの買い替え大田区からの内でのステップアップ買い替えとしても受けはいいだろうなとは思うものの一応億前後になるのでなんかもう少し花欲しかったなとは感じました。どんなところっていうと例えば水回りとかなんかそのプレミアム重工みたいな扱いで水回りグレードアップ等が標準でなってたらもっと良かったのかなというところです。で標準のその全体の設備仕様としてはディスポーザーありますしキッチンの天板は御影石になってますし食洗機あってトイレ手洗いカウンターとローシレットトイレと
で構造はミライフル20か20天井ですね。あとは低炭素の建築物の認定も受けてるっていうところで、まあ単価なりにはなってるんですけど、基本点はそんな高くなかったですね。部屋によりますけど2450前後ぐらいっていうところになってます。で今回のその物件はまあ8000万円をしっかりと切っているっていうですねところが、まあ今の新築としては非常に、まあ、23区大手ブランド8000万円しっかり切ってますが、意外とレアキャラになってるっていうのがなんか怖いマーケットだなっていうところではあるんですけども、もう先にですね総評の方ですね、まあ、記憶が、ホットなうちに総評ですね行かせていただければと思うんですけども、今回 JR からはぐっと離れますと、後ほど JR の駅からですねこう建設していきたいと思いますけども、まあ、JR からぐっと離れます。でさらに京急蒲田からも10分ですっていうところで、これって分譲マンションが多い時代だったらば評価されなかった、まあ、評価されないというか価格勝負しなきゃいけなかった、まあ、今回も価格勝負はしてるんですけども、まあ、よりしなきゃいけなかったってところなので、分譲マンションの供給が多い時代だったらば評価されにくかったものが、今ってどこも高くなってるっていうところで、さっき述べましたように8000万円弱、8000万円しっかり切る価格で購入できる23区の大手系ブランドの新築マンションっていうのが、もうこれ新築縛りで探してます、一時取得ですっていう、そこのニーズに応えてくれるっていう、まあ、だから売るターゲットが、まあ、まあ当然どの物件もそうですけど、今回はそういうターゲットにニーズに応えてくれるような物件にしてるっていうところで、その人たちからすれば希少な出物っていうところにはなってきますね。だからやっぱ価格勝負をある程度しなきゃいけないので面積は刻んでますと。ただですね、エリアのその建設地ですね、建設地は全戸南東向きになってて、まあ、用途地域的にはですね住居系ではないんですけども、まあ、ちょっと町工場ありますけども、全体で静かめな住環境っていうところで、立地が悪いっていうわけではないので、なんかまあここでも坪370なのかとはなっちゃうのは本当すごいマーケットだな。だからこれ過去に取り上げた物件でいきますと、3年ぐらい前でしたかね、リビオ蒲田座ゲートがありましたけど、あれともうほぼ同じ単価なんですね。過去の物件と比べてもしょうがないんですけども、ただ今回難しいのが、じゃあ代替案があるんですかって言われちゃうと、8000万円しっかり切ってて23区新築だと、まあ、近場だとまずないんですよね。そのもちろん中古にシフトできる方であれば選択肢って広がるっていうところで、じゃあそれどこってなると、ある程度近場だとシーサイドですね、青物横丁、あちらがシーサイドのタワーとグラメはもう結構価格いっちゃってますけども、レジデンスですね、プライム品川シーサイドのレジデンスはまだ坪単価400万円をですねこう切っている動きもあるっていうところで、まあ、そういったところで中古にすればあるんですけども、まあ、業績は違いますけども、ある程度近場っていうところでいくとですねあるんですけども、新築だとこれまたなかなかないっていうところで、ただそのレジデンスもこれプラウド京急蒲田が坪370で売れるなら、シーサイドの中古で坪400切りなんてもう見れなくなっちゃうのかなとは思いますけどもね。だからまだギリギリ動きがあるので、中古シフトできるかなと、そういう選択肢もまだ今ならなんとかあるかなっていうところにはなってきます。だから新築だとまあ非常に難しいっていうところですね。だから
まあ、そもそも新築芝居の方からしたら、いやいや、シーサイドとかそういう問題じゃなくて、新築じゃなきゃダメなんだっていう話ですので、まあ、それって代替案にはならないので、新築縛りで、今中古検討できないって方だと、フラード京急蒲田ってすっごく今のマーケットで相対的に見ると、本当評価されるんだろうなっていうふうには思いました。なので、例えば勤務地が京急蒲田から品川だったり、あとはまあそのちょ浅草線入ってく電車なので、まあ新橋、まあ行って日本橋くらいまでとか、あとは反対方面川崎横浜ですね。あとは当然京急蒲田なので羽田空港っていうところがありますので、そこに寄り添いたいっていう方からすれば利便も取れますので、まあ予算8000万未満で新築芝居の方は検討方法にしてみるとまあ面白いのじゃないかなとは思いますね。非常に難しいですね。私は中古 OK な人なので、まあ、新築縛りではないので、うんって感じですけど、これ新築縛りの方からするとすっごく希少な出物であることは確かなので、本当代替案出せないので近場ですと。だからまあそこは、まあ、まあプロが作ってるものなので当然ですけども、うまいなっていうところですよね。今8000万弱で購入できる大手系の23区新築マンションが本当に枯渇してるので、いやすごい時代だなとは思いますけどもね。ただあの外観デザインとかそういったあたり非常に格好いいですし、立地自体はいいですので、それはこの後着いたらですね、また、現地周辺で語っていければと思います。まず先に総評と価格の部分ですね、共有させていただきました。さあ蒲田駅着きました。こちらから10分ほどかけてですね、京急蒲田駅歩いていきます。時間はまあかなりのかなりですねかかるっていうところではありますけども、この JR と東急の蒲田駅とですね、そして京急蒲田駅を結ぶ新空港線ですね、蒲蒲線ですよね。あちらもまあかなり楽しみっていうところで、まあ以前はですね夢物語なんていうふうにですね言われてきましたけども、昨年ですね第三セクターの羽田エアポートラインが設立されたっていうところで、まあ、夢物語からですね実現向けて、まあ、かなり前進した形になったというところですね。プラウド京急蒲田のですね駐車場事情っていうところでいきますと、今回ですねいいのが全て平置きです。屋外にはなりますけども平置きで、さらに EV 充電対応です。それは素晴らしいですが、設置率が 17% ぐらいです。まあ、設置率としてはですね低めっていうところと、平置きなのはいいんですけども、全長が5000までなんですね。なのでそれよりもですね背の長いですね、全長長いですね車ですね、まあ、今度のクラウンの新型なんかも5000を超えてきますので、まあ、そういったいわゆるロング車は入らない平置きっていう形にはなってきます。だ取れる方にとってはいいですね。駐輪場の方も屋外で、こちらは設置率 200% というところで、1世帯2台はですね確保可能です。管理費ですが平米単価月額約294円を予定してます。ディスポーザーありますけども、今回外廊下っていうところで、あとラウンジ以外のですねこれといった共用施設ないですので、もう少しお安いと嬉しかったかなっていう印象は受けました。エレベーターも1機ですからね、まあ、1階重工を除くと80個弱に1機になるので、階段跡を使いやすい階ももちろん多いっていうところで、少ないっていうわけではないんですけども、管理費結構お高いがゆえですね、少々コストパフォーマンスは悪いかなというふうに感じてしまいました。 JR 側からの東口商店街からですね京急線側のですねアストのアーケードを入っていきます。
まあ、その管理費っていうところですけど、この後ですねご紹介いたします。各界ゴミ置き場ありのプラウドシティがですね同じぐらいの単価になってますので、まあそれと比べるのは酷ですけどもね。蒲田から今京急蒲田まで歩いてる道、これ以外にもですねもっとおとなしい道はあるんですけども、この商店街ですねの道、歩いての通りでわちゃわちゃしているっていうところなんですけども、今作はこのわちゃわちゃに寄り添いつつ全然わちゃわちゃしてない側に離れてくっていうのが売りです。なのでこの蒲田と京急蒲田の間のこのわちゃわちゃが好きなんです、こっちに住みたいんですっていう方には、まあ、言わずもがなですけども全くもってハマってこないです。そういった方はですね前作のこちらですねアーケードに面しておりますリビオだったり駅デッキ直結のプラウドシティの方があってくるというところになってきます。こちらのリビオ蒲田座ゲートですが、新築時の坪単価としては今回ご紹介しているプラウドとですね同じぐらいっていうところです。中古での動きはですねここ最近はないです。でそのお隣ですねパークタワー東京フロント、こちらは最近も動きがありまして、今回ご紹介しております新築マンションを購入できる方ですと、まあ、リフォーム代とか加味してもですねこちらパークタワー東京フロント十分購入することができますので、本作をきっかけにですね、あこれだったら京急蒲田と蒲田のわちゃわちゃの中に住みたいなっていうですね風になった場合には中古マンションにシフトすればですね手が届くという形になります。なので同じ最寄り駅でも駅距離さておいてですねキャラクターが異なりますので、逆に今回のプラウド京急蒲田を気に入る方からすると、いやいやこのわちゃわちゃ側に住むのはちょっときついっすねっていうような感覚ですね。そういう感覚の人が今作が合うっていうところになってきます。まあ、バルコニー側は静かなんですけどもね、もう一歩ですね歩くとこのわちゃわちゃ感になってきますので、さあ京急蒲田駅着きます。青い弾丸、こちらの京急蒲田駅からペデスリアンデッキ経由で直結しておりますのがアストウィズプラウドシティ蒲田2015年築京急蒲田駅徒歩1分、新築時の坪単価約320万円、現在の坪単価約460万円です。京急線のですねドアを閉めますがですね聞こえるぐらいの距離感です。羨ましいです。動きの一例としましては約61平米、新築時6100万円台のお部屋が中古時8700万円台、約70平米、新築時6700万円台のお部屋が中古時1億100万円台で動いております。この1階2階ライフ入っております。そして京急線の高架下にはですね京急ストア入っております。この京急蒲田駅からですねダイレクトで帰る時のですね日常の買い物としてはこの駅前で買って10分ぐらい歩かないといけないっていう感じにはなってしまいます。こちら京急蒲田駅の時刻表です。空港線ですね平日の朝ラッシュ時間帯8時09分発乗車をしますと羽田空港の第3ターミナル8時15分着、羽田空港の第1、第2ターミナル8時19分着、第1、第2ターミナルまでも乗車時間10分ほどとなります。平日の朝ラッシュ時間帯京急蒲田8時04分発乗車をしますと品川8時16分着、新橋8時29分着、日本橋8時35分着、そのままですね都営浅草線入っていく電車あります。京急蒲田8時01分発乗車しますと京急川崎8時06分着、横浜8時18分着、共働きでご通勤がですね都心方面そして川崎横浜方面分かれている方にも便利です。改札を出まして西口方面がですねこれまで歩いてきたですね蒲田駅方面という形になりますが、今作は第一京浜側東口側を出ます。それでは京急蒲田駅から建設地まで歩いていきたいと思います。こちらは第一京浜です。駅を出ますとすぐ第一京浜にぶつかります。この辺は正直空気感は良くないです。今回駅徒歩10分なんですが信号はこちらだけです。
ちょうど引っかかりましたので何分待つかですね、測ってみたいと思います。時間帯によって違ったらごめんなさいですが、1分45秒ほど、2分弱といったところでした。唯一の信号ですが、さすがに第一景気なので1回引っかかるとちょい長ですかね。それではこちらですね、駅を背にしつつ、こちら飲み川になるんですが、飲み川沿いではなくて今回は飲み川のですね、旧飲み川の緑道沿いという形になりますので、ここでですね中へ入っていきます。でここからもう急に空気感が変わります。まあ、逆に言うと別に面白い道っていうわけではないですね。先ほどまでは面白いわちゃわちゃな道でしたが、ここからはただ単調に歩くっていう形になります。それではプラウド京急蒲田物件概要いきましょう。売り主は野村不動産、三菱地所レジデンスの JV です。途中から地所レジさんが入ってますね。施工は長谷工コーポレーション、占有面積は 58.50 平米から 86.81 平米、前後にですねベッド占有のですねトランクルームがあります。総戸数は89戸、9階建てになります。京急本線と空港線の京急蒲田駅徒歩10分、 JR と東京の蒲田駅は20分ほどになります。アドレスは東京都大田区北小千谷2丁目、竣工予定は2024年の3月中旬、引き渡し予定は2024年の4月下旬となっております。京急蒲田駅から第一京浜国道15号線を越えてですね、飲み川の北川東方面へ徒歩10分で、物件名の通りで京急蒲田利用が主となる立地というところですが、今回はですね京浜東北線ユーザーには選ばれにくい蒲田物件という形になります。もともとはですね羽田パイプ製造所がありまして、工場自体はですね埼玉県の寄居ですね移転済みというところですが、本社はですね今作隣に残っております。でそういったですねとこがあったというところで、与都地域は準工業になるんですけども、まあ町工場がちょこちょこあるぐらいで、周辺はですねもう戸建てマンションが多いのと背の低い建物が多いので、今作の9階建てでも結構背が高い方という形になります。で、まあ、用途地域は住居系ではないんですけども、なんか雰囲気的にはなんかほぼほぼ住居系の地域に住んでる印象を受けるかと思います。繰り返しになりますが、蒲田のわちゃわちゃの中に住みたい方には会ってこないですけども、蒲田のわちゃわちゃに寄り添いつつですね落ち着いた住環境に住みたい方にはですね会ってくるというところになってきます。で今回駅徒歩10分というところでですね、やはりもう少し駅に近ければその寄り添うっていう言葉を使っていいのかが結構迷っちゃう距離になるので、もうちょっと駅近ければっていうのはですねあるんですけども、まあ信号は先ほどのところしかないですし、まあ歩いたからこその静かさにはなりますので、道もですねそんな広くはないんですが、車バンバン通るわけではないですので、まあ、帰り道が寂しいのがあまりっていう方にはとっつきにくいですけどもね。あとは後ほど行きますが、今回ですね空港線の麹屋駅も徒歩11分になってきますので、例えば羽田空港からのですね帰りなんか、まあ、乗る電車によりますけど、そこから歩いてもいいのかなと思います。で日常の買い物はですね、先ほどのですね駅のライフと京急スターだと、まあ、10分ぐらいかかるんですけども、飲み川越えた方にですねマレーツがあります。でそちらが徒歩5分です。なので駅前に頼らなくていいっていうところになってきます。通学校がですね北麹屋小学校で徒歩4分っていうところと、麹屋中学校で徒歩13分なんですけども、こちらがですね徒歩中になるんですけども、ここだったらもうすぐなんですけども、ここが通学校ではないので、小学校は近いんですけども、中学校はですね、徒歩13分となります。で今回は旧飲み川緑地沿いっていうのありますし、徒歩5分のところにですね、北小千谷中央公園もありますので、公園関係もですね、点在してます。ただ、エリア柄ですね、ハザードマップでは色がついてきます。さあ、もうクレーンの方がですね、見えておりますけども、まあ、結構まあ今、暑い時期っていうのもですね、ありますけども、
やっぱもうちょっと駅から近ければなとか、あとなんかこれもうちょっと面白ければ、面白いっていうのはあれですよ、なんていうんですかね、公園の中を通りますとか、駅10分、15分だけど公園の中通りますみたいな、そういうスペシャル要素もなくて、ただこの住宅の周りの道をですね、ただ歩くだけなので、正直この辺りで心が折れそうになる方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけども、まあそんなのはですね、作り手も分かってるので、今回ですね、外観かっこいいですね、ここでちょっとなんかまあもうちょっと遠いかなって思っても、まあ今は建設中なのでなかなか想像するしかないですけども、建設地着くとは素敵な建物だなっていう風に思わせてくれるものにはしてまして、外観デザインがその玄関口となる背中側の方がですね、めっちゃかっこいいんですね。強硫化手すりですね、2種類のガラス手すりにして、廊下っぽさが出ないようにしてますね。まあ廊下っちゃ廊下なんですけど、廊下っぽさが出ないようにしてくれてますし、共用棟をメインの建物からせり出させてるんですね。まあ別棟っていう感じですね。でそちらが斜め庇とルーバーを用いたかっこいいものとなってまして、さらに大窓をですね、設けておりますので、まあ、夜の雰囲気もですね、目立つものになるであろうと。さあ緑道のところに出ました。でエントランスホールはこじんまりとはしてるんですけども、正面にラウンジありますし、そちらは先ほどのですね、その大窓っていうところになるので、公開空地と一体感があるですね、空間になってますので、まあプライベート空間感薄くなっちゃうんですけど、外から見た際の奥行きとあと明るさっていうのを感じられるので、個数の割にはですね、存在感を出せるですね、共用部になっております。はい、着きました。ここで素敵な建物を望めるというところです。でこの北側が緑道になっていると。建設地は南側と北側の二面接道で、東西にですね、長い整った土地形状で全戸南東向きです。これ強いですね。条件悪い部屋がないっていう感じです。でこの横にあるのがですね、元あった会社のですね、建物という形になります。これはそのまま残っておりますので、こっちはですね、接道はしておりません。こちら側がですね、主海後部側の接道となります。建物が横にぐーっとですね、伸びておりまして、全校南東向きです。で低層階であってもですね、向かいの建物と斜めのところにパーキングがありますけども、背が高くなくて、で建物今作自体もセットバックしてますので、低層階でも最高面はいいと。で、まあ、電線がですねありますけども、この電線と前の建物をですね越える階からは眺望もぐーっと抜けてくる形になります。ここから先もですね、同じような背の高さのですね建物になりますね。今回9階建てっていう、まあそれだけ聞くと別に特別高くないんですけど、このエリアでは非常に高いので、上の方からは眺望抜けてきますし、下の方でもですね最高面ですね期待ができると。でこの現地にですね、事業協力として東方ハウジングというですね看板あるんですが、今回売り主というわけではなくて、土地の取得で協力したっていう形になります。それで看板があるとかですね、珍しいですけどもね、それで土地の取得の経緯でここに乗るっていうのは、よく三新住建とかが土地仕入れで売り主にも入りますとか、そういうのはありますけど、今回売り主には入ってないです。今回お車をお持ちの方、敷地内で取れれば最高なんですけども、ダメだった場合、目の前にですねこの月決めの駐車場がありまして、こちらは私調べですが空きありです。ただ1階のこの平面ところは空いてないっていうところで、あちらのパレットのところにですね書いてあるサイズのですね車でないと、ここは空きがないとのことでした。もちろん変動はあると思いますので、都度聞いていただければと思いますが、サイズ感は厳しいですね。こちらが建築看板です。それでは建設地からですね、工事駅歩いていきます。こちら飲み川を渡りまして、丸越ルートで行きたいと思います。羽田が非常に近いですけども、建設地の真上を飛行機がバンバン通るとか、そういうわけではないです。こちらが徒歩5分の丸越です。
飲み側を背にしつつ、おいで通りを南進しております。シャトレーゼがありますね。いやー、しかしまあ今回京急蒲田駅徒歩10分で全戸南東向きでっていうところでですね、まあ普通にいいマンションなんですけども、まあ今結構普通なわけですよ。それでも坪370っていう、なんか本当にすごい時代が来ましたね。でもそんな中でも当然家を買いたいっていうニーズがあって、新築じゃないとダメなんですっていうニーズもですねありますので、そういった方には本当に受けはいいだろうなと思いますね。麹屋の駅前にもですねスーパーマーケットがあります。商店街経由で麹屋駅到着です。ラスト麹屋物件となりますが、周辺相場です。ステーションツインタワーズ麹屋フロントウエストの方で動きがありました。2016年中麹屋駅徒歩2分も駅前です。新築時の坪単価約290万円、現在の坪単価約345万円です。今回のプラウド京急蒲田ですね、購入できるご予算ある方ですと、こちらのですねステーションツインタワーズ購入できますので、まあ、いかに新築にこだわる方向けかっていうところありますね。まあ、もちろんこちらは通り近いですのでキャラクター異なってきますけど、この駅の近さですからね、こっちの方が安いっていうところになってきます。まあ、もちろん工事屋物件なので京急蒲田物件とですね比較するのはややナンセンス感はあるんですけども、新築よりお安い価格でこういった駅前のですねいい物件も購入できるという形になってきます。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重時間本当にありがとう、はい、無理なご乗車やめください。ドアを閉めます。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。赤い弾丸